ここ非物質的領域では、私たちは皆、差し迫った人類の集合的覚醒を喜びながら待っています。何年も待ち望んでいた皆さんの多くは、それが本当に起こるのではないか、それとも人類の大多数の意向に完全に反して、人類が交戦することですぐに自滅し、地球上の居住空間に大規模な損害を与えるのではないかと疑い、疑問に思い始めています。世界の人々、いわゆる世界の主要国、すべてが関与する大規模な戦争に、あなた方の美しい地球では、今は非常に混沌とし、紛争に駆り立てられた時代です。しかし、それはまた、個人的または国際的に人間関係を築く方法において、大きく本質的な変化が起こる時期でもあります。世界中の大多数の人間にとって、前進する方法は、関係者全員が他のすべての観点を尊重し、完全な理解に達するために、心を開いて、彼らの意見に真に耳を傾ける、あらゆる観点についての敬意を持った議論を通じてであることは明らかです。彼らと、彼らの視点について、正しくありたいという人類の確立されている。しかし非常識な欲求は捨てられなければなりません。そうでなければ、真の傾聴は行われず、満足のいく解決は達成できません。人間の神秘家たちや、ここ非物質的領域にいる私たちの多くから何度も言われてきたように、人類の覚醒は、神によって保証されている。したがって、この壮大で神が意図した出来事が差し迫っていることを疑う理由は全くありません。神の意志は常に神の意図通りに実現されます。したがって、あなたの目覚めは避けられません。天の父を信頼し、疑いを解消してください。これを毎日行うよう心がけると、深い内なる平安をますます頻繁に、経験するようになり、自分の中を流れ、自分の思考、言葉、行動を導いている愛に、ますます気づくようになるでしょう。あなたのユニークで、神聖な人間の道が、毎日あなたの目の前で、展開されます。あなた方全員、つまり全人類が、互いに交流する方法に、大きな本質的な変化が起きているこの時期は、もちろん、あなた方が、本当の自分を完全に意識的に思い出す状態に愛情を込めて導くという神の神聖な計画の一部です。母、父、神からの分離は決して起こらなかったし、神しか存在しないため決して起こり得ません。神の臨在がなければ、あなた方が人間として日常生活を営む、一見非常に現実的な環境の外観は、想像上の幻想的な、または非現実的な構築物です。あなた方、そしてあなた方全員は、愛の切り離せない側面として、愛から想像され、その瞬間、あなた方には、神のすべてが与えられました。したがって、あなたには、あなたが選んだどのような方法でも、生きるための、無限、無尽蔵、永遠の自由と、それらの選択を楽しみ、拡張するための、神のような創造的な能力が与えられています。しかし、あるクレイジーな瞬間に、あなたは、神聖な源である神からの分離と、独立を、経験しようと、決心しました。創造の瞬間に与えられた無限の自由よりもさらに大きな自由を経験できる可能性があるように思えたからです。問題はこれを行うことで出口が見えない非現実的なアリーナに入ってしまったことです。どうしてこれなの？それはあなたが意図的に構築したものは非現実的ではありますが、実際には実体がなく、漠然としていて、それでいて強烈な制限が存在する広大な場所であるように見えるからです。それは、自分自身の反射が無限に表示される遊園地の鏡の間の一つに少し似ていますが、
どれも有効な反射やイメージではありません。そして、その狂気の瞬間に、あなたが構築したものには出口がないように見え、あなたは自分自身よりも大きな力によって押し付けられた状態でそこに立ち往生しているように見えます。入った瞬間に、あなたは恐怖を感じました。なぜなら、あなたは最初に愛の存在を忘れるという選択をしたのに、愛が存在しないように思えたからです。愛が存在しないことは決してありませんが、その存在を認めることを拒否することはできます。そして、長い間、多くの人がそうしてきたのは、自分たちが神から離れることで、神を怒らせてしまったのではないかという恐れが自分の心の奥底にあるからです。神は無限の愛であり、愛は無限に、永遠に、そして無条件に、あらゆる瞬間に、神が創造するすべてのものを愛しているので、神を怒らせることはできません。この見かけの人類よりも偉大な力はあなた方のエゴの構築物であり、エゴは唯一の源から切り離され、独立して生きようとする罪悪感と恥辱に苛まれており、その力と愛、つまり生命そのものが常に自分たちの中に流れているので、このようになります。神が彼らの永遠の存在を保証します。あなたの目覚めは愛と完全に一致していない考え、アイデア、信念をすべて捨てた時に起こります。人間であるということは、呼吸可能な空気が、絶えず流れる導管によって、海面の船とつながっている深海ダイバーであることにおそらく似ているでしょう。その状態で、彼、または彼女は、地上に戻って、あなたが現在人間の形で理解している現実に戻る前に、短期間、厳しく制限された環境のように見える環境に住んで、経験しています。しかし、あなたが目覚めた時、あなたが望むように、あなたが自分自身を見つける現実は、驚くべきものを無限に超えているでしょう。現実が何を意味し、現実であるのかを完全に記憶し、完全に認識することは、形に固定されている人間が、想像したり思いついたりする能力を、完全に超えています。あなたが現在、現実として経験していることは非常に一時的な状態であり、あなたが現実に再び現れる時に経験する喜びは、ここが故郷であり、あなたの自然な状態であることを思い出し、あなたの心を絶対に打ちのめすでしょう。そしてあなたは、それから決して切り離されたことがないということ。これだけは覚えておいてください。あなたは、ほんの一瞬でも、母、父、神から離れたことはありません。なぜなら、もしそうなったら、あなたは即座に存在しなくなるからです。そして、あなたは無限の愛の中で、永遠の神聖で最愛の存在、神のものとして創造されたので、そんなことはありえません。愛する子供たち、あなたは永遠に、彼女の無限に愛に満ちた臨在の中におり、想像よりも早く、その素晴らしい状態の完全な意識に目覚めることでしょう。あなたの愛する兄弟、イエス。